こんばんは、ティモさんです。じゃあ、黄金セレブやっていきます。ね。まあ、オープン戦、開幕戦か。勝ちましたね。まあ、本当ね、このペナントは、残念ながら、もう完全に強くなりきったペナントですので、もうね、何を飛ばしても、勝っていくんでしょうと思ったら、早速に連敗してるな。いや、まあ、勝つからね、言ってもね、年間100勝すっからね。143試合やって100勝すっからね。余裕で。うん。じゃあまあ、高みの見物ですわ。はい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 。はいはい、OK ですよ。はい、OK です。はい。さあ、どっかのタイミングで、稲峰というですね、結構僕が期待している新人を使っていきたいなと思っておりますよ。思っておりますよ。さあ。どうすればいいんだ？ペナントショップか。こっちか。丸山、栗林、丸山。この3つをね、ちゃんとチーム内を上げるために定期的に買っていけばいいお仕事。うん、ただそれだけのお仕事。もうピッチャーも活躍するから。ああ、西脇。ああ、西脇よ。どうしようかな。西脇に中継ぎとか応募すればよかったな。もっと早い段階でな。したらね、服が使えたのにちゃんとな。服が使っていくか。西脇はもう中継ぎで使わないものと見て、そうだな、西脇をもう中継ぎで使わないものと見て、フッカーを使ってみよう。で、ベストオーダー。どうだいどうだい、おぉ、ゼロ本、ゼロ打点2盗塁。いいじゃない。元気があってよろしい。栗林もいいね。あ、みんないいじゃない。やっぱ大広場いいね。1本7打点。打点をとにかくつけるね。松林、4本11打点。うん、ちょっと使っていきたいけどね。とりあえずこのままでいくか。うん。そうね。まあ、外野が鉄壁ですからね。はい、OK です。よし、じゃあ、また飛ばして、相手向かって、そして飛ばすと。やりきった後のベナントはこうも楽だ。磯田大活躍。はあはあ。はあ。白根は活躍してんのかね。どうなのかしらね。はい、はいはい。はいはい、OK です、OK です。みんな活躍してんのかな？メジャー行ったやつら。みんなメジャー行くんだよな。うちの選手は。みんなメジャー行くけど、みんなメジャー行くけど、本当に活躍してるのかしら。できれば、ペナントのさ、メジャーリーグとか、あの辺の成績出してほしいよね。嘘でもいいからさ。マジで適当でもいいから、なんか。マジで適当だとイラつくけど。マジで適当だとちょっとダメだけどさ。出してほしいよね。アディンセル、補給65。上がってきたね。上がっ、マジで適当はちょっとダメだけど、なんか、例えばあれじゃん、なんか、3.40 とか、防御率 3.40。6勝7敗とか、そんぐらいでいいんだけどさ。それ出してくれるだけでもね、だいぶイカスタ感もね、出るのになぁと、俺は思うんだなぁと思ってるんだなぁ。さあ、栗林は、どうしようかな。対左どうしようかな。まだ3年伸びるんだよな、こいつな。早急ビーグルにしよっか。栗林とかもう、だってもう、球史に絶対名を残すからな。どう転んでも残るでしょ。もう何やっても残るでしょ、多分こんな。稲峰積極盗塁。あ、おわぁ、とんでもねえな、やっぱり。万世か。すげえな。万世ですか、そうですか。やっぱ稲峰だね。しかし、外野とどこで使えばいいの彼を。田代を下げるか。いやー、稲峰もっと見なかったな。あと5年で終わっちゃうんだよな、このペナントな。5年だっけ、もっと早いんだっけ。いやー、もっと早く見なかったな、稲峰な。どうしようかな。松林、もうちょい伸びるからな。使ってあげたけど。こうなっちゃうな、どうしてもな、やっぱり。気持ち的には。やはり、どうしても。鉄壁外野陣が見てえもんね、やっぱり。これ結構、かつてないほど鉄壁な感じすんだよな。うん。どこどう見ても鉄壁だもんな。稲峰の肩強いしな。結構、鉄壁外野陣な気がすんな、これ。おお、結構、
今までやってきたペナントの中でも一番好きな外野陣かもしれないな。さあファースト見てみるか。誰か来たかい。おお、すごいの来るね。これ A なんだな、ランドール。これは違うだろう。はい、違います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 。さあ、どっちかと契約したいな。まあ、圧倒的にタリスなんだろうけどな。タリス行ってみるか。タリス。タリス、強そうだな。51本、161打点って。オズルと王みたいな。パワー S だもんな。26歳。まあ、ちょっと行ってみるか、タリス。ホーキングの方が良かったって思うかもしんないけど、もう一人しか取れないからね、うちね。タリス。ちょっと強すぎるな。こんな外人来んのか。強身対応身長打法。選球眼。これちょっと半端ないな、これ。こんな外人来るんだ。すげえ。初めて見た。こんなすごい外人は。初めて見たかな。本当に初めてかな。自分が怪しくなってきたな。まあいいや。とりあえずじゃあどうしようかな。サードショートぐらいのことを考えたら、松田かな。誰だろう。丸太かな。一番いいは丸太なんだよな。でこうしてちょっとファーストこれ使わないとしょうもねえな。ちょっとごめん、アルフォード。ちょっとタリスが強すぎる。6番でもちょっと贅沢だもんな。絶対4番だもんな、これな。いやー、ちょっと楽しみだな、これ。はあ、こんなやつ来るんだ。ってなると、まあ、アルフォード代打要員にしよっか。アルフォード代打要員なのかな。違う気がすんな。誰だろう。なんか、中本でもない気がする。松田かな。松田、松林でいっか。オッケー。松松コンビ。よし、オッケー。ちょっと強えな。ちょっと強かったな、タリス。タリス。あ、でもちょっと待って。あれ、リスっていけるんだな。ああいうやつが、動物ペナントでも来るってことを示してくれたな。嬉しいな。別のペナントでもね、ありますんで。動物ペナントにもやってますんでね。動物ペナント、これいけんじゃん。最高じゃん。タリスみたいな外国人作って、黄金世代で出てきたんで入りさせてくださいっていうのは、もうさすがに反則かな。さすがに反則か。そうだよな。別物だもんな。そっかそっか。それは反則か。もう何でもありになってからさ、俺。自分自身で。何でもありなんだ、今。最高。さあ、あとはね、もう適当に潰していくだけですから。もう勝つんだから。10連勝。はい、11連勝。勝つよ。12連勝。はい、13連勝。はい、14連勝。はい、14連勝でストップでした。ありがとうございます。磯田まずまずの活躍。磯田帰国してこないかな。見たいな。あと3年ぐらい磯田をどんぐらい強くなってるんだろうとか見たいもんな、やっぱりな。 C の能力判明、完備能力判明。まあ4人全員判明したら見えますか。はいはい。まあ、完備とか多分相当足速くなってるでしょう。うん、はいはい、いいよいいよ。タリスがすごいね。長松通算先達三振。長松は何を武器に。カットボールなのかな。68。マジック5がついちゃった。早い。おら65。あらら、あら、消滅して64。あららら、めちゃくちゃだ。すごいな。タリス乗る亀。タリスも早いな。亀井磯田大活躍。よかったよかった。まだ新人2人が設定判別してないな。設定1なのか設定6なのか。久保のる感銘。あともうちょい全員わかるか。はいはい、オッケーオッケー。まあ、タリス、あの特能あったらもうちょっと何の能力でもいいもんな。パワー F 以外だったら何でもいいもんな。おし、来た。能力感銘。あれでパワー S の可能性か残してるんだろう。信じらんねえな。じゃあ選手メーカーからいきますか。したらば、はい。C のからいこうか。はい。強い。これを期待してはなかったけど強すぎるな。18歳でまだ期待の逸材でしょ、これ。これはちょっと、サハラ以上の逸材だな。すげえな。
神戸行きましょうか。神戸、あーいいね、甲本以来の位置だね嬉しいかどうかわかんないけど、久保、あーいいね、強いね。思ったよりコントロール高くていいね。いいでしょ、いいでしょ。はい、高塚、あーいいね、めっちゃいいね。全然普通に新人を取れるぐらいの能力だもんね。最高か問題のタリス、球界を代表するスラッガー助っ人内野手。さあ見ますか。2割9分3に17本、早いな、もう17本。 R タリスいきます。おい、あ、いや全然いいわ。ミートこそね B かなと思ったけど、もう全然いいっすね。強いね。タリスが超早熟じゃないことを祈ろう。これで晩成とかだったらもう絶頂ですよ。絶頂らしいですよ、こんなん。すごいね。そんな外国人来るんだね。さあ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 。アイテムに関しては、なんもないかな。フッカーどうだい ?8 勝2敗。ああ、いいね。10勝1敗。10勝無敗。11勝無敗。ちょっとね。ふざけてるもんね、全員ね。成績が。もう成績がちょっともうおふざけになってるからさ。何それみたいな能力じゃん。C の方がちょいちょいわかるな。まあ、新人にね、訓練させるって意味でも C のはあった方がいいんだろうけど。でもまだちょっとこれでいいんだよな。アディンセル、セカンドの横松がちょっともう限界だったらアディンセル使おうよ。まだ限界じゃないかい。そうかい。いや、でももう一回変えるか。疲労を一回取ろう。だから、横松からアディンセル。松田でもいいな。松田にするかい。こうだね。うん。こうしようか。ほいと。んで、一軍登録の横松を一回下げて、うん、一回下げよう。んで、誰だろうな。まあ、秋山。まとば、ニーズマンにしようかな。こうだね。秘密川はどうだい ?20 通り。早いね。お、盗塁 A になりましたか。いいね。盗塁 A か。嬉しいね。稲見ね。2割2分5厘。4盗塁。積極盗塁まだか。でも。しかしもうこれで万世だっつんだからもう勝ちなんだよな。もう万世なんだからさ。大広は大広になんか覚えさせてあげたいんだけどな。打撃系の能力。大広にアベレージヒッターとかな。あ、広角打法か。そっか。広角打法を覚えさせてんだよ。稲峰がまだ何も覚えないと。はいはい。岸野もいるんだな、よく考えたらな。海外志向が強い岸野。あとは、あとは特には何もないかい。アディンセルが C になったね。アディンセルには何を覚えさせたらいいんだい一体、我々は。まあ、守備でいっか。ただ、君塚が。もうこれ以上はもう、あれか。何も覚えないのか。ってなるともうこの辺だな。流し打ち。これ流し打ち覚えたら強いな。あっという間に二塁。あ、そうだ、海外留学帰ってきてる。海外留学見損ねたな。まあ、海外留学強いでしょ、どうせ。お、盗塁アップいけるね。あ、そうだ、海外留学から帰ってきたのはあれか。寺内か。もうなんか、さっと流しちゃってるけど、強いんだよな、こいつらな。結構、こいつらはこいつらで化け物なんだよな。どうしようかな。早急アップかな。早急便にしたいね。よし。はい。化け物たちのいるところですよ、本当に。怪獣たちのいるところみたいに言っちゃったね。あれ、あったよね、そういう絵本ね。怪獣たちのいるところ。ちょっと見るか。あった気がするな。怪獣たちのいるところ。なんかすごい書き込まれた。あったあった。怪獣たちのいるところ。すっげえ書き込まれたなんか絵本だったよね。あ、なんか好きだったな。モーリス・ゼン・センダック作。神宮テルオ役。そうそうそう、これこれ。怪獣たちのいるところ。この絵本なんか見てたな。うちにあったな。なんであったんだろうな。そう。オリンピックも。無事開催されておりますね。負けましたけども。オリンピック開催されてないね。うちはね。このままだと日本やばいね。
はい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 。さあ8月中に、優勝が決まってしまいますな、このままだと。いや全盛期だね、知らない大活躍。磯田引退帰ってきてくれよせめてよ。まあでも一郎みたいなもんか、帰ってきてほしいと思ってたけど帰ってこないっていう、頼りのないのが一番のね、頼りみたいな、そういう話もあるよねあるじゃないそういう話もさ。お、2000本あんだ、忘れてた、すっかり。早くない？ちょっと栗林さん2000本早くない？ちょっと栗林さん2000本ちょっと早くないですか？ちょっとまだ俺達成できると思ってなかった。3割4分33本21盗塁。ほう、あ、でも35歳か。よく考えたら。そうか、35なのか。それは達成するわな、このペースで打ってたらな。うん。3年連続ホームラン王、盗塁を達成っていうのがね、ちょっと化け物すぎるね。もしかしたら今年は、ホームラン王と首位打者もありえるんじゃないか。丸山との勝負なんだよな、首位打者も、ホームラン王もな、打点王も。全部チーム内勝負なんだよな。タリス。28本。11打点。まあ。いいじゃない、いいじゃない。さあ、そろそろセカンドを。そうだね、なんか松田がなんかいつまで経ってもこんな感じだね。なんだか彼はなんか、なんだか彼はいつもこうだね。さあ。中本も外すかい。新妻行ってみるか。なんだかいつも彼は、いつもこうだな。なんだかいつも彼はいつもこうなんだね。すごい言われてそうだな。南にはちょっと使い続けるか。大広。10本71打点、29盗塁。やっぱ大広もいいんだよな。みんな好き。飯田が全然盗塁してないな。どうした飯田。あら、これはちょっとあれか。これは栗林盗塁王厳しいか。ちょっと厳しそうだな、盗塁王な。まあ、しょうがねえか。チーム内からね、盗塁王を阻止する逸材が出てきたと思えばね。これはもう世代交代的にはもうバンバンザリですからね。さあ、今から横松出し続けてゴールデンラッシュいけるかな。ちょっと前半、中盤出さなすぎだな。もしかしたらここで途切れる可能性が十分にあるな。ちょっとそれは嫌だけども、まあ、しょうがないか。もう40だもんな。もう40だもんな。さすがに勘弁しちゃうか。もう取れないのも当然ですよ。稲峰ミート6、でかい。うわ、B と B になっちゃうよ。一番好きかもしんないな、この能力。ミート B、パワー D、総力 B、型 S。好きだな、すっきゃねー。やっぱすっきゃねー。早川とかはどんな成績だったんだろう、今までね。見てみますか。アベレージヒッター持ってるけどね、早川。どんな選手だったのか知らねえ。あ、めっちゃ活躍して、あ、なるほどね。シリーズボミやったんだ。なるほど、なるほど。楽天、なんだこの、つぼいみたいな能力。すっごいつぼいみたい。一回3割残してんだな、でもな。そっから出場機会に恵まれずかな。どんどん成績が下がってるね、やっぱりね。新人を取ってるね。これを紐解くには楽天の外野手を全員見るのが一番手っ取り早いんだろうな。まずこいついるだろうな、石本。うん、こいつは多分おそらく、レギュラーでしょう。あ、レギュラーですね。はい、ヒカサ。あ、これも多分おそらくレギュラーだね。もう二人埋まってるもんね、早速。まあ、星野もそっか。こいつはレギュラーか。はいはい。あ、思ったよりレギュラーじゃないな。この辺がすごいのか。うわぁ、こいつは落ちそうだな、ヨネノ。ヨネノ。あー、違った。ヨネノじゃない。またの。またのでもなさそう。またのオリックス。大学ナンバーショート。あ、長崎なんだ。あ、オリックスでレギュラーだったんだね。オリックスレギュラーで、楽天で控えになってるのかな、これ。ショートから外野にコンバートしてんだな。なんかよくわかんなかったけど、まあ。でも、まあ。まあ、なんかよくわかんないけど。よくわかんないけど、一つだけわかるのは、うちが優勝してるってことだ。はいはい。はいはいはい。はい、圧勝ですよ。最近さ、なんかもうずっと家にいるのもあれだなと思ってさ、腕立てとか、400通り読めると、腕立てとか一切やってなったんだけどさ、やってみようと思って腕立てやってみたの、もう20回で限界でしたね。
で不思議なのがさ、20回やっただけでさ、もうパンパン、もう腕パンパン、もう中野通算100勝、もうあの肩甲骨あたりもめちゃくちゃ痛くてさ、今半端ねえよ。やっぱ腕立て20回しただけでこんななんのかと思ったな。肉体労働してんのにな俺な通算400本、400本400盗塁すごいな。400-400でしょ、400-400っていたのかな、バリーボンズとかってことか。400本400盗塁達成してるの誰ぐらいだ。張本さん無理だったでしょ。難しいな、誰だろうな。秋山は達成してるのかな、してないのかな。秋山って400-400は達成してないか、日本球界って。はい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 、3連勝、はいはい、いきますよ、はいはい、いきますよ、はい、どんどんいきますよ、はい、甲子園で2連勝、おい、タリス2週間の怪我、しかし大丈夫、ファーストが抜けても4連勝、はい、OK でーす、OK でした、はい、4勝無敗、磯田引退、4勝無敗、磯田引退、やだね、引退はね。さあ、見ますか、どう見ていこうかな、まあ、チーム成績から見ていくか。栗林3割3分8厘43本27盗塁、まあ、盗塁数が多分おそらくね、これ無理だったろうから、まあおそらく三冠王ぐらいじゃないか、取れても。丸山に初めて打率かかったじゃない、これ。丸山の三条、あ、丸山って同い年なの、これ。2009年。あ、同い年なんだ、丸山と栗林って。同い年で同期入団なのね。へえ、あ、知らなかった。今気づいた。知らなかったわ。そうそうそう、見ていきますか。大広高額打法、お、43本、三冠はあるんじゃないか、チーム内三冠ではあるもんな。タリス2割8分、36本、107打点、足がだいぶ落ちてるね、相当これ切ったな、多分人体かなかな、なんか切ってんな。大広、あれ大広意外と2割5分8厘、得点圏に強いイメージがあったんだけどもな。これは三冠王の可能性があるな。君塚46盗塁。さすがだね。打点より多く盗塁してるもんね。赤星みたいだね。打点より盗塁多くしてんのか。はい、OK。で、飯田が守備率 100%。まあ、おそらくゴールデングラブでしょう。あ、野中、4割3分。すごいね。結構盗塁阻止してるね。さあ、ピッチャー、長松 1.70、20勝2敗と、不屈の魂をゲットと。魂をゲットしたね。トモエさん。うん。19勝2敗。やっぱ小町を覚えてればね。2敗しなくて済んだのにね。19勝無敗。戸沢はなんか勝ち運すごいんだよな。戸沢はなんか知んないけどずっと勝ってるな。通算勝率すごいんじゃない戸沢って。なんか前もやってたでしょ。徳山37セーブ。いい、すごいね。40歳ですからね。西脇めっちゃ投げさせられてる投げないと踏んで中継ぎに置いたのにめっちゃ投げさせられてんな。41ホールド 2.5、 あら、ちょっとピッチャーとしては一番強いんじゃないこれ。だって野手として全く活動できなかったな。そうかそうか、奪三振、片寄せ、ああすごいね、やっぱりね、片寄せも 9.91 ですか。チェンジアップとスライダーがでかいんだろうな。あとドクター系か。はい、OK。さあ、あと見たいのが、巨人の相川。10勝3敗。すごいね。43歳でしょ、もう。うち出てからの方が、やりがいあるんじゃない ?43 歳。どうなのかな ?5 年目ですか、巨人。武田勝利3回。200勝もいってほしいね、このままね。うん。で、阪神の、まず小松ね。1.29。すごいじゃん。もっと出してあげてほしいな。30歳。おー、あんま変わんなかったな。うち任用が今井が。そして、森村。あら。2割6分3厘。8本38打点。2000本行かせてあげてよ。無理?うわー、あと60本。いやー、来年契約があればいけるな。あるかな、阪神。契約あってほしいな。
はい、ファン感記念ペナント契約してほしいな来年も。タリス、アキレス腱痛、あーやっぱそっか、足やっちゃってるか。いやどうだろう、あるかな契約、あってほしいけど。長松スタミナプラス3、これ S になっちゃうんじゃない。100、あ99か。フッカはコントロールプラス5、これで AA か。あ AA じゃないか、まだそうですか。あとはタリス、パワープラス1、見てほしいんだよな。しかし丸山と栗林が同期入団って俺知らなかったな。なんで知らないんだって話なんだけどさ、ちょっと見てみますか。丸山なんかだって結構苦労人のイメージあるからな俺。そうだね、入団して7年ぐらいはちゃんとまともな活動なかったもんね。ここ6年ぐらいだもんな。でもここ6年で首位打者2回、最多安打1回、最多打点2回、首位打ホームランも1回だからね、とんでもない逸材だったんだねやっぱりね。そして栗林、彼はもうね言わずもがな、400本400盗塁ですからね、すごいね。あと取ってないのは三冠王、打点王ぐらいか。三冠王今取ってたな、多分今年三冠王だな、今一瞬見えたわ三冠王。二塁だけだね。うわ全盛期が戻ってきたか。あーなるほどね、二塁と外野が取れれば全コンプリートがベストナイン。野中、長松、栗林、飯田、あーセカンド取れなかったか。新人王稲峰、栗林、よし三冠王獲得。あーすごい、これ合わせたら五冠だな。西脇最優秀中継ぎ何がどうなった。さああと4年だ、あと4年でもう終わってしまう、早いね。はい、早川 FA、 早川、栗林ポスティング、おお来たか。どうしようかな、困ったね。ついに来たな栗林、早くポスティングしろよとか言ってたけど、まさかここで来るとはな。いや2000本も達成してるしね、2000本も達成してるんだけどさ、そのここでかいっていうのは正直あるよね。あと4年あるんだよな。いや行かせない、ごめん、もう決めた、行かせない、もうごめんね、行かせないんだ。さあまあこのままでいいとして、はいよ。さあお金もね、もうね、もう尽きないですねお金も不思議なもんでお金がなくならないんですね。清子は引退、まあ、キレもあればちょっと欲しいんでね、まだやってもらいましょう。戸沢の通算数字見たかったな。稲見なんかもう9000万ぐらいあげちゃうよね、もうご機嫌なんだもん。カジノ引退、超早熟なんかいなかったかな。あ大内か、大内はちょっとごめんな、ありがとう。万世吉本、あそうすごいな、このなんか中後ろみたいな能力だもんな3クォーターから中後ろはサイドか。さあね、寺内とか道下かもね帰ってきたし、つい引退か、どんどん引退していくなやっぱりな、まあ、しょうがないか。うん、まあとりあえずは下田とかなんか早熟とか出てないないか、まあ、とりあえずはこうかな。福本をもう使う気がしねえな。前山引退、あら引退流です、あなたはまだいろいろ教えてください。宮脇タイピンチ回復、うーん引退だ。ファンスエアまだいるな、とりあえずこうかな。なあはもういいな、大泉くんはまだ行ってくんなきゃ、おしオッケー。さあさあ栗林のポスティングを俺は承認するのかどうか、まあ変わるかもしれないからな、ちょっと間を空けたらな。さあドラフトでござんす、さあどうなるもんかね。そうサードにとんでもねえやつ来たら、もしかしたら栗林行ってこいってなる可能性もあるからね前線ね。さあさあさあこれはもう使ってますな、よし
よし、じゃあ今回はこれで終わりますか。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。